はい。皆さん、こんにちは。今日もチャット GPT のお話をします。今回もまたまたですね、僕の中では頑固なイラストレーターシリーズと勝手に思っていますけれども、先日はですね、子供イラストレーターって感じで、クレヨンがこれしか描かないというような、そんな GPT 図を作りました。今回は今、画面にもありますように、 アニメオタクのイラストレーター。アニメ漫画風のイラストしか描かないよーん。ということで、もうどんなことかというのはね、パターンがだんだん決まってきましてですね、深く解説しなくても、僕のこの頑固なイラストレーターシリーズはですね、何描いてっていう程度でですね、決まった画風でしか描かない。例えば油絵を描いてなんて言うとですね、拒否られるというような そんな面白い GPTs シリーズです。じゃあ、早速書いていきましょう。アニメ書いてもらっていいかなというスターターがありますので、ここから始めます。アニメ描いちゃいます。何の絵を描きますかということです。ですから、野球をするお兄さん、バッター。さあ、どんなのが出るかなはい。 これは白黒だったからカラーで描いてもらいましょうかはいはいなかなかいいじゃないですかボールが今にも飛んでいきそうなそんな感じですがでもバットが後ろの方にありますねなんかバットが折れたのかな そんな感じですが、まあ、こんな雰囲気に書きます。例えば、公園の砂場で遊ぶ女の子。はい、今度は、 歌を歌うステージで緊張して泣き出す女の子。なかなかいいですね。これは僕の今想像してた通りの絵が出てきました。なんとなく悲しそうですよね。はい。なんかね、僕がこの GPT 図を開発するにあたって参考にナレッジに挙げてある画像というのがあるんです。いわゆる僕がテイストを作ったものですね。 それがですね、音楽のギターを弾く少女とかそんな感じのが多いですのでなんとなく音楽のイラストは更にちょっとオタクっぽいアニメ感がよく出るんですね。ですからもう一つだけやってみましょう音楽の方でですね。 よくある風景を描いてみます。ライブでチケット売り場で握手会の女の子とファンのおじさんこれどんなになるか面白いですねちょっとこれは16対9で書きましょうこれなかなか要求的には難しいですよねこんな感じちょっとチケット売り場じゃないけれどももうちょっとオタクっぽい方がいいですよねじゃあもう少し雰囲気を変えてもらいましょう はい、このシーンでいいけれども男性をオタクっぽいリュックを背負ったお兄さん照れくさそうにというふうに書いてみましたおおこれいい感じですねちょっと拡大してみましょういいじゃないですかまあ顔の表情は見えてませんが照れくさいのは両方みたいですねほっぺたがどちらもちょっと赤くなっていますはい 皆さん、どうでしょうか AI というのはもう無限にいろんなことができますよね。今も無限にいろんな絵を描いてるんですけれどもでもこんなテイストのイラストしか描かないそれに特化してですね描くということはさほどプロンプトそういうのもいらなくって何の絵というふうに描くだけでいいわけですね。ですから AI を「爆電と いろんなものに使うというよりも僕は頑固なイラストレーターシリーズで特定の絵しか描かないそんなようなものをもっともっといろいろ展開していったら楽しいんじゃないかなと思いますこれはですねたまたま人間を描きましたが人間じゃなくってもこういうテイストをある程度維持してくれます例えば牛をアニメっぽく描いたらどうなるかな そんな風にやってみました。かわいい目ですね。胸のところなんかが案外リアルな描き方をしてて面白いです。こんな風にですね、僕が今回作ったアニメオタクのイラストレーターという GPT 図はこんな風にアニメっぽい絵を描いてくれるとっても楽しい GPT 図です。最後に一番得意な音楽ライブの絵で締めたいと思います。 ロックギターバンド、ガールズバンドでと書きました。こんな感じになりました。どうでしょうかなかなかいい感じですね。やっぱり、ナレッジにアップロードしてある、いわゆる秘密のテイストファイルというのは、音楽に強いように書いているので、なんか音楽のアニメは生き生きしたアニメーションになっています。今日はこんな感じで、また 新しい GPT 図ができたということで概要欄に貼っておきますチャット GPT プラス以上のユーザーさんはこれを無料で使っていただけますのでぜひいろんな絵を描いてみてくださいまたいい絵ができましたらドロップボックスなんかで見せていただくと嬉しいですまた GPT 図の Facebook グループも新たに作っていますので概要欄に貼っておきます それは GPTs とか AI とかそういうような最新テクノロジーの話題を皆さんにお知らせするようなそんな Facebook グループです。会員登録とかそういうのはないラフなグループですのでまたよかったら覗いてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。